ディングキャッチは押し戻されます。三遊間です。深いところ一塁送球ワンバウンドアウト。二塁から三塁になってここもアウト。深いところ一塁アウト。中島拓也よく動きました。これは今度うまく捉えたがショート足立がボールをつかむ。一塁送球ワンバウンドですが一塁アウト。高め高いバウンド際どいタイミングになりそうだ。アウトになった。決着はつきませんでした。この9回の裏麻酔が崖っぷち、なんとか踏ん張ったという。打球は浅めのセカンド地を越えるかな。ナイスプレー。さすがベテランの藤田であります。越えませんでした。1回転キャッチ。ストレートは詰まっているが途中から出場している武田が掴んだ。ショートゴロ三遊間。この位置から一塁へどうか間に合った。伏見もうまくすくい上げました。よく取りましたよ。ツーアウト。ゲッタが一塁へ来ました。出ましたね。センターへ抜けないか。という判定でした。1・2塁間大田それを抑えた。セカンドコースアウト。3塁1塁カメラが追い抜かれました。詰まった当たりどうだ。センター前落ちた。どうだどうだ。掴んだ掴んだ。打ちた掴んだ。よく掴みました。しかし三遊間よく追いついた。一塁送球ナイスプレー。藤岡雄大のファインプレーが出ました。今のプレーは素晴らしいですよね。打った瞬間抜けたかなと思いましたけど。さあ中間やられた。やられた。ナイスキャッチですが山原さんが本当にちょっと心配するような感じがあります。打ち返してセンター前。ランナーは三塁を回ってくる。バックホームして微妙なタイミングキャッチしてアウト。ボイスプレーママゴーに回しましたがバックホーム柳田からの返球、ね、センターありました。センターケロさんか。マオさんだ。ここまでジャンプした。マットの先、これはどうでしょうか。センターが行く。センターアイドが行った。犠牲フライでサードはどうでしょうか。タッチの長谷川のタッチアップ失敗。